ツイです。今回は初心者まずこれ。どうも皆さん、こんにちは。滝沢勝也でございます。今回は初心者まずこれ弾けシリーズの第1曲目ということで、ワンオクロックのディーパーディーパーという曲にチャレンジをしてみております。1本目の動画ではそれぞれのパートをですね、4つあったんですけれども、ガーッと練習しまして、この2本目の動画ではそれぞれのパートを組み合わせる練習をしていこうかなと思います。この動画を普通に見れば、曲の最初から最後までね、バーンと通して弾けるようになりますので、頑張って練習していきましょうということでございます。そしてこちら、この構成表をご覧くださいませ。若干この白飛びしているところなんですけれども。まあ、このリフがあって、A セクションがあって、B セクション、C セクション、そして D セクションがあり、最後にこの B ダッシュセクションがありっていう感じの、こんな感じの全体的な流れでございます。順番に行ってみましょう。まずこの R というのはリフのことです。一番最初にやったパターンですね。これを1セットとして、1、2、3、4回弾きます。これを1セットとして4回弾くわけです。2回言いましたね。普通に最初はこのね、ベースとドラムみたいな感じでね、その4回ぐらいドゥドゥディ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 っていくんですけども、そこからね、ギターの音が入るのがわかるかと思うんですが、そのギターの音が入るところから4回弾きます。で、この A セクションという言い方を僕はいつもしているんですけれども、最初のメロディーに入ったならば、ここでそのボーカルさんが歌っております。で、ボーカルさんが歌っているときはお休みです。4回弾いてならば、パパラパン、ペペペン、ペペペペペン。で、リフを1回弾くと。で、またお休みをして、リフをもうまた弾きます。で、またしばらくボーカルさんが歌っているとき、パンパパンパパンパパンって弾いたときはお休み。で、その次、またお休みにして、ここのリフのところ、ちょっと赤丸つけているんですけども、ちょっと変わります。こんな感じ。ちょっと変わりましたね。007030までは一緒。007030000。007030000。最後の3が0になりましたね。ズンズンビート300と。で、この後に、この6弦の解放と5弦の2フレットのパワーコードを8回弾きます。ドド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 と。パン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 ポドドドドドド。007030ダンバ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 ン。こんな感じで変化します。こんな感じ。で、B セクション、次のメロディーに行ったならば、ちょっと B とか A とかややこしいんですけれども、パターン A、さっきやった、これを1セットとして、1、2、3、4回丸々繰り返します。そうすると1コーラスが終わり、1番が終わり。わお、シンプルだぜ。そんな感じです。本当そんなもの。本当にそんなもの。本当にそんな程度なんです。で、ここに、リピートマークというものを書いているんですけれども、この人、繰り返し記号ってやつです。繰り返し記号。ここまで来たならば、その A パターンを4つ弾いたならば、ここに戻ってきます。つまり、これ終わったらならば、またリフを2回、2セット弾くわけですね。2セット弾いたら、また A メロに突入。で、またお休みしてリフ、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 という感じです。で、2回目のとき、ここの赤丸のところ、弾きません。1回目のときは007030055555555になりましたけれども、2回目のときにはもうお休みです。弾かない。というパターンに行きます。なんで、このお休みしたらここもお休みということですね。で、そのままお休みしたならば、B セクション、サビに行って、パターン A をまた4回弾きます。本当にもうこんなもんです。本当にこんだけです。で、それを4つ弾いたならば、パターン、4つ弾いたならば B セクションは終了です。またここでね、リピートマークでこう戻ったりとかしてると、その曲が永遠に終わらなくなってしまうので、2回目のときのこのリピートマークは無視します。A、A、A、A と弾いたならば、その次はこちら。C セクションに行って、パターン B を弾きます。覚えてますか？パターン B。6回、5、7を弾いて、でんでんでんばりばべんべんべりべべんなんていう弾くパターンでしたね。ちょっとやってみましょうか。B を。そして、これです。これは4回弾きます。これを1セットとして4回弾きます。で、1、2、3、4回目のとき、ちょっとまた赤丸つけたんですけども、ちょっとプラスアルファがあります。
でん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 と弾いたらちょっと変化が訪れます。こんな感じで弾きます。ちょっと変わりましたね。この5・7を6回ずつ2セット弾くのは変わりません。で、その次に2フレットこっちにずらして、7級、人差し指が6弦7フレットに来た状態でパワーコードを作って、また6回弾きます。で、ここからちょっと忙しい。1回ずつフレットを下げていきます。03、ミソをつけて完成。つなげると、この赤丸の B つなげると。こんな感じです。ほいほいほい、ミソ。で、この後、ベースのパターンが入るんですけれども、そこのところはもうひたすらお休みです。ギターは何もすることがありません。で、ギターが、入るところ、なんかドラマがタンタロドンっていう感じのフィルインを入れるんですけれども、その後に、パターン C 入ります。さっきやりましたね、パターン C。これ。ここまでワンセットとしましょう。ワンセット。ここまでワンセットとしましょう。ここまでワンセットとして、1、2、3、4、5、6回繰り返すだけです。わお、シンプル。間違えた。で、あと2回繰り返せば、このセクションは終了って感じです。わお、すごくシンプル。で、その次、ドラムがタンタチ、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 タカドンみたいな感じでこう、フィルインが入るんですけども、その後、B セクション、ここもちょっとね、プラスアルファがあります。A パターンを4回繰り返すだけなんですけども、1回目のこの A パターンは半分の1からスタートします。半分の1。つまり、どこからかっていうと、タンタチ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 、タカドンがあったら、パン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 、トン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 を突っ飛ばして、ここから弾き始めます。タンタチ、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 タカドド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 ズカタカタカタカブラブラ。半分の1ってことですね。ここを突っ飛ばす。これを省いちゃって、ここから弾き始める。で、その後は普通に3回、繰り返せば OK です。で、3回繰り返しならば、最後にリフが入って。で、終わるという3段です。どうでしょう？これでも1曲まるまる終わりですよ。すげえシンプルじゃないですか。すげえ簡単じゃないですか。もう終わりって感じじゃないですか。で、ちょっとね、曖昧に、ね、このプラスアルファするところがあったんですけれども、ちょっとそこに気をつけていただいて、1曲丸々弾ければもう完成という感じでございます。どうでしょう？うまくできましたでしょうか？ではでは、最後に、ちょっとゆっくりめにして、片っ端から通して弾いてみますので、一緒に練習してみてくださいませ。せっかくだから、なんかメトロノームとか鳴らそうかな。ちょっと待ってください。メトロノーム鳴らしましょう。で、あと、このね、ギターを、ね、弾き終わったら、このボリュームを絞る癖を早めにつけておきましょう。ちょっと、ね、僕がギター弾いているのを見て気づいたかもしれないんですけれども、これ弾くときになったらすぐこのボリュームを上げて、この弾くんですが、弾き終わったらもうすぐにこの、ね、ボリュームを下げると。小指の側面とかを使って、こうやって、ね、こうキュキュキュってやると大変だからね、小指の側面とかを使ってこう一気にブーンと下げられるとかっこよいかなと思います。スッと上げる。で、弾き終わったら小指でスッと下げる。スッとね。これなんでかっていうと、その、なんかギターってすごいなんかね、ノイズが出やすい楽器なんですよ。本当に超ノイジーなんです。なんか普通にこの何を触ってなくてもこんな感じの、なんかノイズが出てきて、なんかやかましいじゃないですか。うるせえよめってなっちゃうじゃないですか。なんか普通にこうやってね、ぶつかるだけでも声を取ってますし、意外とこういうのがね、やかましかったりとかするので、こういうのを遮断するためにボリュームを切って、スッキリさせておきましょう。では、最後に。140ぐらい。ちょっとゆっくり。最初から最後まで弾いてみましょう。それでは、準備よろしいですか？いきますよ。ここ
からいきます。まず、リフを4回いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ツー。で、おやすみ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、リフいきます。ほい。まだおやすみです。まだリフいきます。2、3、4。で、またおやすみ。1回目終わりです。2回目。次、リピートマークでリフに戻ります。3、4。セクション、おやすみ。ペペ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 。おやすみ。ペペペペペペ。バラン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 。で、2回目はここはおやすみです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。こっち行きまーす。三、四。ここからしばらくお休みです。ペパダンしておきます。3、4。2回目。3回目。4回目。5回目。ラスト。タンタチ、タンタチ、タンタチ。タンタッチ、だらバン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 ニニニニ、途中から。2回目。最後リフ。で、終わりです。どうでしょう？うまくできましたでしょうか？まあ、うまくできなかったらね、またビデオ巻き戻してではなく、うまくできないところを繰り返し練習して克服してみてくださいませ。最初の動画でも言ったんですけれども、本当ね、1日2日コンツメで練習すればね、ギター初心者でも始めたばっかの方でもできるような、すごいシンプルな優しい曲ですので、頑張って合わせていただければという感じです。で、うまくできるようになってきたら、ちょっとテンポは早いんですけれども、曲をね、YouTube でパッと再生して、ギターを一緒に合わせて練習したりとかすると、すごいこのできた感じの気持ちになって、めちゃめちゃ面白くなってくると思うんで、そうなったらもう締めたもんです。もう1日10回ぐらいはやりましょう。そしてワンオクロックのファンになってしまえばいいんですって感じですね。普通に僕はそんな詳しくわかんないですけど、ワンオクは本当にいいバンドですね。本当にすごくいいバンド。ナチュラルに。とってもいいバンド。本当に。普通に売れるのも頷けるわっていう感じですごくいいバンドです。ではそんな感じで1曲目の曲は Deeper Deeper という曲でございました。次回予告ってわけではないんですけれども、次は洋楽に行こうかなと思っております。予定としてはね、T-Rex の 20th Century Boy という曲をやろうかなと思っているんですけれども、次も楽しみにしておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バハハイ。